ミセスグリーンアップル大森元樹さん、そして若いひろとさん、そして藤沢涼子さん、どうぞーふっさあ、さあ、今、聖なら樹勢、皆さん、お迎えください、ミセスグリーンアップル大森元樹さん、そして若いひろとさん、藤沢涼子さん、3名に来ていただきましたさあ、 この会場のみならず今日は全国の劇場で北北海道から沖縄まで見ていただいておりますのでじゃあまずはですね会場にいらっしゃる皆さんもちろんですがライブビューイングをご覧の皆さんにもメッセージをまず一言ずつご挨拶いただきましょうかじゃあ大森さんからお願いしますはい、えー、皆さんこんにちはミセスグリーンアップルボーカルそしてホワイトラウンジの企画総合式を務めました大森元樹です元気してますかいえいライブビューイングの方々も ありがとうございます。えー、本日は、あの、もう、皆さん見られたということですよね。えー、ゆっくり、ちょっと、お話ししていけたらなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。山川さん、お願いします。はい、ミセスグリーンアップル、北の、若ヒロトです。わ、ありがとうございます。ライブビューイングの皆さんも、見えてますか。どうですか。ありがとうございます。<laughs> えー、ちょっと、短い時間になってしまう、かもしれませんが。 楽しい時間を過ごしていけたらなと思いますよろしくお願いします <laughs> お願いしますでは <laughs> 藤田さんお願いしますはいどうもミセスグリーンアップルキーボードの藤沢涼香です本日はお越しいただきありがとうございます <laughs> 皆さんもう見られたということでどうでしたか ねえ、きっといろんな感想があると思うんですけれども、今日はそんなね、内容も踏まえた上での投稿できたらなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ここから時間が許す限りですね、いろいろとお話を伺いしていこうと思いますが、マスコミの皆様ですが、ここからフラッシュを使って。撮影をご遠慮ください。よろしくお願いいたします。まずは素晴らしい作品、そして大ヒット、本当におめでとうございます。ありが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 とうございます。 まあ今回、もう皆さん上映後なのでこれはもうネタバレっていうかですね言っちゃいけないこともいっぱいあったと思います <laughs> 特にあのツアーが始まる前絶対に言えないっていう僕も聞きたいこといっぱいあったんですけど今もうネタバレもある程度大丈夫かなと大丈夫だと思いますす、ね、ある程度、はい、聞きたいすらままかねず僕でも聞いてびっくりしたのは実はこのツアーに至るまでのリハーサルはい2週間。 そう、二週間。そう,ね、そうだね。七回ぐらいしかリハーできてない。そう、ホワ。さあ、ホワイトラウンジの初日が十二月末。末<松>だったけど、ほんと十二月入ってから初めてリハーサル始まった。うん、楽曲のやり取りもね、結構ギリギリだった。そう,そうですね。バタバタした中で、うん、いろいろこう。そう年末の特番系だったり、いろいろ制作の。 と並行だったので、そう,でね、そういうスケジュールになって、うね、もう気が気じゃないリハーサルを毎日過ごしてました。っていうことですよね。だから年末のいろんな音楽番組に出ている。はい、その間、む、縫ってこうリハーサルもやってっていう。なんか北根城と、都内にいろんなスタジオがあって、そこを渡り歩いてやってたって聞いたんですよ。やってまして、で振り入れとかは結構僕はそうかも。はいね、そうだね。元木は特にそうでしたね。あ、ってことはその芝居やってるスタジオ。で、こっちは音楽やってるスタジオ。 うん、こういうところもう全部渡り歩くって感じありました。あとこう一巻一つの建物で僕とキャスト含めての芝居のリハーサルと彼らのあの楽曲リハーサルが違う回で行われたりとかしましです。そで,すでそれ一つずつチェックしていくんですよ。んもちろんもちろんです。でこっちオッケーです。ここは手直ししてって感じで,で。そうそうそう。うでちょっと合流してとか、うん。はいはい。いやこれすごいね。うん、ほん 本当に<笑><笑>よくやりましたよ、ね、改めて、本当にこの2週間のそれもスケジュールがタイトな中でリハーサルをやっていたということですうん、うん、でミュージカルっていう捉え方をすると、まあ、よくあるミュージカルでまあ出演者の方がそこでこう演奏じゃなくて、まあ、歌を歌うまた楽器を当てぶりするってことがありますけど、うん、で実際はねいわゆるバンドが後ろにいたりすることってあるじゃないですか、はいうん、これ演奏してるんですもんね。これしてますね、はい 大変だったでしょ <laughs> 全部楽曲がこう既存の原曲とは違うアレンジで行いましたのでそのリハーサルをね二週間でまずプレイヤーが詰めるっていうのはすごいもう毎日大変な中やってましたねうん、うん、私本番始まっツアー始まってからもう毎公演毎公演なんか毎公演緊張してたよねそうだね、うん、新鮮な気持ちだったというかう<ー>、うん、これあの一番大変だった演出は何でしょうかってクエスチョンワンなんですけど おお小森くんかかありますか、ねえー、これだから全部と言ってもいいと思うんですけど <laughs> 全部全部全部だけど <laughs> 僕、まあ「つきましては」という楽曲があって,きましてはあれかなり、まあ、今回映画だと追殺用に新しいシーンがあったりとかするんですけどもライブ状態でもうすごいこう息を荒げてというか、えー、声荒げながら息をこうあの震わせながら歌うっていう楽曲だったので。 わーってやった後に次「コーヒー」という楽曲でお芝居になるっていうのがあそこつながってるのでこうなんとか息を殺す上がった息をぐっとこう息止めてこらえて演技をするとかそのままコーヒーに入るっていうのがすごく難しかったというかあのもう毎回酸欠でしたあのところそうですよね、うん あと感情の起伏もすすごいいじゃないですかそう、あのーまあ、捉え方によっては本当はムニバスとも言えるし、うんえー、いろんな見方ができる作品ではあるんですけどこう感情としてつながってたりつながってなかったりがあるのでそこの切り替えが僕自身もこう自分の中に落とし込むっていうのがすごく難しかったですね。うん、すさっきまでねすごい怒ってんのに急に彼女とね<う>トークをするっていうのはね,ね噛み合わないようなやっぱりあのワンシーンを作るっていうのは。うん 別の人にならなきゃできないことですよね。そうですよねあの曲だったかのものすごく怒りじゃないってつきましたよ。でそれでバーンって物を壊す椅子をねあれ私実際見に行ってあれでも壊れてたかなと思ってあそうあそことか追殺部分ですね追加で撮影してた。 だから、まあ、実際見に行かれた方も結構いらっしゃるんですけど、うん、あんなにカメラが近づいてたかなとかいろいろ思ったんですけどあれ、追察の部分は表情を捉えるように別に撮ってんですよそ,そうです、別日に撮ってますね、はい、みんなもうあの当時とは髪色が違ったりとか、はいろいろビジュアルが違う中、はい、なるべく当時を再現してこうカメラが近づいてというのをやってたよね、<ぁ>だから本当ツアーを思い出しながらの撮影だったのでそこも難しかったですね、はい、そうですか。 あとさっき、その感情の起伏そして気持ちを持っていくのは大変だったっていうことですけど例えばまあプレイヤーでもそうですけど演奏してる時って内向いてるだけどお芝居する時は外向かなくちゃいけないっていう、うん、この切り替えも大変だったんじゃないかね特に僕と和解は基本的に演奏をしているシーンが多いんですけれどもでも、決して。 こう、バックバンドで演奏してるわけではすごいね,そう,ねそうだねこ <ね S 2> の話たくさんしたよね常にだから自分ら、僕も若いもこう、なんだろうな、ステージのこう 流れののストーリーリ一キャストで,あるで、ね、そう一キャストとして常に見られている意識でっていうのはすごい一番今までのライブにはないそうだね大変なポイントでしたね。うん、でダンスホールで一緒に踊ったりとか、うんはい、それぞれ演技があったりとかそのなんかスイッチの切り替えみたいなのは今までででにない体験ししたでしたよね 2>,、はい、<laughs> 2>, 2人がやっぱお芝居してるのとかすごい新鮮だったんでうん、うん、<laughs> 僕はすごく楽しかったですけどね。<laughs> りょうちゃんがあんな大きい声出すのとか聞いたことないし劇場そう若いがあんなに悪い男なんだ悪い男そっちそっちですかそうよ演技の方じゃなくておしかったなーいやちょっとやめてよすごいよかったなーじゃないのよすごいよかったなんか悪い男だなってまあまあ確かにちょっとね悪い男演じさせていただきます 僕若君が座って女優さんとちょっと照れながら芝居したの言葉が重なるあそこ好きありがとうございますあそこいいですよねありがとうございますあそこ舞公演ねツアーの時はその日のニュアンスが異なってたのでそうななんんすよか毎回新鮮に聴けてましたあそこいいのが映画になってますよねありがとうございますあれ素晴らしかったでね実は今日なんとサプライズの発表があります この映画、Mrs.GREENAPPLE:The White Lounge in Cinema のオリジナルサウンドトラックアルバムが9月23日月曜日に配信リリースされることが決まりました、えー、ありがとうございます。ということは今晩24時ということですよね、じゃあ。そうです。今晩の日付、はい、が変わる瞬間ですね。ということはあの、本当に完全にリアレンジされたやつが。 ままんま配信されるっていうことですかだからもうホワイトラウンジインシネマのこの音がお家でも聞けるということですね。うん、すーごい、はい、いやーでもさっきのつきましてもそうだけどその今回の何が素晴らしいって曲の奥行きを知るっていうかあ<ー>あこういう表情があったのかってことを今まで感じたことなかった。でもそれは多分 今回のこのツアーで、ね、すごい見せたなと思ったんですけどそれはど,どうですか今回、コンセプトがやっぱり曲の追体験をするというのがテーマだったのでこの曲ってこんな側面があるんだとか、うん、歌詞をよく、ね、見たらあこんなこと歌ってたんだとか。うん そそれこそダンスホールとかも冒頭がすごくこう、まあ、いつもならこう華やかで晴れやかでポップなんだけどちょっとこうぐっと切なく聞かされるっいう一節があったりとか、はい、なんかそういう,あ違,う違った印象でもしかしたらこういうことを歌ってたのかもしれないなという風な あの2回楽しめるというか何回でも楽しめるような楽曲にしたいなと思って制作というかリアレンジを進めていった気がします。そうですよね多分捉え方は人それぞれあるかなという,、はい、うこういう物語なんですっていう善としたものじゃなくておそらくそのアートの捉え方ってこうなんだっていうところも強くあったような気がするんですけどどさんどうでしょういやまさしくその通りでしてこの「ザ・ホワイト・ラウンジ」という名前も大森がすごくこだわってつけた。 考えた名前ですのでその見てくださる皆さんの捉え方だったりとかこっちのこう表現にもなんだろう全てに正解があるわけではなくて常に余白があってこう見た上で持ち帰っていただいてあれってどういうことなんだろうって考えていただいたりとか先ほど大森も言ったようにそのいつも多分聴いてくださっている楽曲の聴き方もまた変わってくるんじゃないかなっていう部分も踏まえて。 かなりのこう表現のいろんな幅がある作品になっているなと思います。ありがとうございます。実際 SNS にもいろいろ事前にメッセージとか質問をいただいてたんですけど、それちょっとですね、はい、ピックアップしようと思いますが、はい、まずそのじゃ藤沢さん質問ですが、はい、劇場から始まる長セリフの時の心境を教えてください。<laughs> 気になる。<ー>確かに。ツアーもあってた時ね。以上以上劇場いやあのリハーサルの時はやっぱセリフが長いので。はい すごい緊張していたんですよねあのキャストの皆さんにもちょっと見守ってもらってやってた時はそういう緊張だったんですけどいざこう本番を迎えてみるとあのメロディーがまず流れてくるんですねバックバンドゃあれが流れるとこう自分がもう支配人のモードになるみたいな、えー、気持ちがちゃんと切り替わって。 劇場みたいなすごいすごい本物になってるいけた嬉しいえけたうしいなおかしいな自分の番回ってくるからさっき終わったんじゃないのんかいざそのシーンが来るともうそのモードになっていい意味で何も考えずにセリフが言えるみたいな感じすごい気持ちよかったですね。 本当にいい意味で亮ちゃんらしくないというかすごく亮、うん、ちゃんの新しい一面を見た感じがしました <laughs>、うん、僕たちはそう思います,いますら夢のような現実を今日もお送りしますっていう <laughs> あれのまたセリフもいいよね、ぱりッと決まってそそううでですすねなんですよ常にこう物語で進んでいくしあのものではあるんですけれども僕のその劇場だけ。 来ていいるる皆さんにちょっとと語りかけうそういうシーンでもあるので、うん、そこはすごくこいつもドキドキしながらやっていました唯一ライブになるシーンというか、うん、お客さんとのキャッチボールが許されてた場所なのですごいででまししたたね素敵これ公式の「X」でも事前にいろいろとメッセージ頂い,いてたのでもう一問いきましょうかね、はい、で今回瀬取りが先に決まったんでしょうかそれともストーリーが先に決まったのかどちらなんでしょうかっていうのが来てますね。 これはでもどっちが先とかないようなこういうことを作りたいんだという話をですね演出家さんと最初に話をしてこんな楽曲もあってこんな楽曲もある,あるんだっていうふうにで,でもやっぱストーリーが先なのかなでもねどっちなんだろうねストーリーリが揃ってからちゃん曲が揃ってから最後にストーリーがちゃんとついた気もするし。 でも結構同時かもしれないですねこれあそういう作り方なんですね、うん。で全部出し切った後にあのー、なんかどこか欠けてるねとか<ー>何は間引いたりとかっていうのは考えていったので<ー>結構同時かも。 あのまず大森からこういうものをやりますってこう、はい、最終的に教えてもらった時にはちゃんと資料を作ってもらっていて、ね、この楽曲とこのストーリーとこういうオムニバスになっていてみたいなすごいねもう作り込んであったので、はい、そうリハーサルまでにかなりちゃんとねあの世界を膨らませていたんだなというのは感じました。すすごいですね 僕は若くあの特にギターの「フィーリング」っていう曲もそうだけども、はいうん、すごいジャズィなアレンジだけど、はい、オリジナルのフレーズは残してるよねそうなんですよオリジナルのフレーズと全く一緒のことを弾いてるんですけども若干タッチのニュアンスだったりとかそ<う>リズムの取り方のニュアンスだったりは変えてて弾いてますね、まあ、もちろんアレンジが全体的に変わってるのもあると思うんですけども。そう だからまあ歌ももちろんニュアンスが変えてもちろん大、ね、森くん歌ってるけど、まあ、プレイヤーもそこの部分はちゃんと組み取ってやってるっていうことですもんね、はい、そうですね全体的にもうこういうものを作ろうっていうふうに先に話をしてるので、はい、いうことですよねで皆さんもう本当にあの何回ぐらい見たんですか僕実は今回これインタビューするにあたって8回見てるえ8回8回見てる <laughs> 回だから山ほど質問書いてきたね <laughs> 今日本当ですなんだなそれ、はい、ちょっと<回>もう3回ぐらい見てるって方いらっしゃるんですか えーありがとうございます嬉しいすごいよそうですか嬉しいありがとうございますそれ以上見てるっていう3回以上見てる人いるうあーでもいるよね多分すごい劇場他のライブビングの場所の人もそういう方いると思うんですよそこでね大ヒットしている本作をお祝いしてこのようなものをご用意しましたどうぞお待ちください見たことあるやつなんか見たことあるやつあれれこういうのってだってね、そうなんですよ映画のやつじゃん いや,ーやこれは、あのそうですね、はい、さあ、今、持ってきていただきました、はい、これはでも本当に素晴らしい作品ですよね、追殺、はいまあ、されて、本当にこういう映画館で見られるまた作品となりました。はい、あさあ、それでは、これは、あのじゃあ、大森さんの掛け声で3人で弾いていただくという、せーので、ポンってやつにしましょうかね。わかりました。じゃあ、それでは、お願いいたします。 いくよはいせーのおお<ー>いやすごい嬉しいわすごいありがとうございます大ヒットおめでとうございます<ー>ありがとうございますありがとうございますありがとうございますさあそれではオフィシャルカメラにまず目線いただきますで、えー、そうですねメディアの皆さんですけどフラッシュを叩か叩かないっていうかですね叩かないという状態でしたら撮影していただいて結構なんですがじゃあオフィシャルの方いらっしゃいますところにはいじゃあお願いいたします。 え見ている皆さんはフラッシュをたかないという条件でしたら OK でございます、えー、まずはオフィシャルいただきますはいそして次ムービーですねムービーいらっしゃいますちょっと手振っていただいていいですかこっちからなかなか見えなくてですねすみませんあ、そちらではいわかりましたじゃあじゃあお願いいたしますじゃあオフィシャルのムービーということですはいお願いいたしますじゃあちょっと手を振っていただきましょうすみませんはいじゃあお願いします そしてライブビューイングのカメラどこにありますそちらも一緒でって考えていいですかはいじゃあお願いいたします、はい。ライブビューイングも同じでございます。全国の皆さんありがとうございます。大ヒットです。はいありがとうございます。興れ収入に関しては初登場1位を獲得しました。ありがとうございます。で、この1週間で実は現在、興行収入が10億円。 目前ということですね、ー10億目前あ。ありがとうございます。改めて、すっごい反響であります。いや、これ、大ヒットを目の前にして、はい、今の新居時は大森さん、教えてください。ちょっと信じられないですね、あのー、ライブツアーを映画にするっていうことだけで、少しちょっと変わった話ではあるので、はい、それがまたストーリーがあって、我々も普段 えー、しない違った畑のお芝居と、えー、表現を交えながらという映画なのでどういうふうに伝わるかとちょっとドキドキしてたんですけども、うんえー、すごく嬉しいしとても光栄ですありがとうございますありがとうございます若歌さん、どうですいや本当にたくさんの方に愛していただけてるんだなザ・ホワイトランチインシネマカていうのを、うん、本当心から感じて嬉しいですありがとうございますありがとうございますじゃあ藤田さんお願いします。はい あの僕たちミセスは自分たちがこう。ワクワクできるものっていうものに、こう追求したりとか真剣に向き合ってやっているものがね。全てなんですけれども、なんかそういったものを皆さんにも楽しんでいただけてるんだなっていうのをすごくこう実感しました。本当に本当にありがとうございます。ます僕でもすごくいいなと思ったのはこの大きなね。すごいツアーをやるってことを。まあ大森君から。 聞いたときに最初の藤田君のリアクションがあ、はい、楽しそうと思ったってこれいいですよね、うん、あの大変なことやのもう嫌なんだけどじゃないんだ <laughs> その <laughs> おかしそう思われてもおかしくないですね <laughs> いやでもなんかその特に僕たちはあの お休みの期間、休止期間を経てフェーズ2と呼んでいますけれども、フェーズ2が始まってから、本当にいろんな新しいこと、面白いことをやろうというふうに活動していますので、なんかすごく純粋にワクワクしましたね、大森からそういう話を受けたときは。はい、これ、大森君、やっぱりそのファッションもそうだし、まあ、先日のニューヨークの,、ね、あのトミー・フィルフィガーもそうですけど、まあ、ファッションをはじめ、いろいろと今後も。 新しいことをやっ,ぱやっていくっていうのがミセス・グリーンアップルのやっぱり姿勢なんでででししょょうそうううかどそすねフェーズ2、特にそういうことを意識して走り出した、えー、期間ではありますので、まあ、確かに何より藤沢が言ったように、こうまあ、僕ら自身、ワクワクするというか、楽しむことが第一だと思っているので。 あれも面白いねこれも面白いねと思ってるっていう状況ですね逆に面白いと思った思わなかったことはやらないので、うんうん、そこの信念は持ってやれてるのかなと思ってますねすごいよね、はい、さあちょっとここでくす玉をじゃあ一度弾いていただきまして、はいえー、この大ヒットに伴いなりましたそうもう一つ実は皆さんお伝えしたいことがあるんですが、はい、全国の映画館で「 拡大上映が決まりました<ー><ー>ありがとうございます要は上映される映画館の数が増えるというすごいで9月の27日からじわじわと増えていくんですけれども、まあ、これあのどれだけ増えていくかというのは公式のホームページ SNS でご覧ください普通はね上映始まって少なくなっていくんだけどね,そうですね拡大していくんですからこれ、えー、ありがとうございますすごいです,いすそれではちょっと時間ももう迫ってきたということなので、えー、ここで、ね メンバーの皆様にライブビューをご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いしましょうでは藤沢さんからお願いしましょうはい本日はお越しいただきましてありがとうございましたえあのザ・ホワイトラウンジインシネマまだまだ上映続いていきますのでぜひぜひ何度でも楽しんでいただけたらなと思っています今日は本当にありがとうございましたありがとうございますじゃあ井さんお願いしますはい本日はお越しいただきありがとうございました ザホワイトラウンジインシネマ僕たちも本当に大好きな作品なのでこう細かいところまでこだわった作品でもあるので何度でも楽しんでいただけたら僕たちも嬉しいですありがとうございましたありがとうございますでは阿森さんお願いしますはい、えー、本日はお越しいただきありがとうございました。 ザ・ホワイト・ラウンジイン・シネマ少し変わった映画ではありますし内容もこう丁寧かと言われたらそうではないちょっと難しいような、えー、いろんな人が100人見たら100人違う受け取り方をするような、えー、そういう余白遊び,のも遊びを持った作品かと思うんですけどもあの実際にこう 表現をして歌を歌い演奏をしてたくさんのチームの方々が関わってくださって成り立った作品で多くの方にこうして愛していただいてすごく嬉しいですし今後もまだまだ上映が続くということで友達だったり家族だったりいろんな方を連れてみせすまだ知らないよっていう方も一緒に見に来られるとちょっと面白い作品なのかなというふうに個人的には思っております。また うちらのライブもね、普通のライブも、はい、ぜひ、えー、いろんな方と来ていただきたいですし今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ではここでライブビューイングをご覧の皆さんとはここでお別れです。ではメンバーの皆さん、手を振っていただいていいですか。今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。した全国の皆さんに見ていただきました。